はいどうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、僕が今使っているα7-4、 そしてもう一つ α7-C ですね、この2つのカメラを1年間使ってみて、どんなねカメラが結局一番今ハイブリッドで素晴らしいカメラ、コストパフォーマンスの高いカメラなのかっていうのをお話ししていきたいと思います。この動画の中には、ルミックス S5-2 についても簡単に触れていきますが、主にはこのソニーの α7-C と α7-4 で比較のする話が多いと思います。ぜひねソニーのカメラに興味がある方、ルミックス S5-2 の購入を検討されている方、最後までご視聴いただけると嬉しいです。そうしましたら、早速ですが、α7-4 と 7C を1年間使ってみて、結果どうだったのか。結論から言いますと、 α7-4 を使った後だと α7-C は非常に見劣りしてしまうようなカメラであるっていうことになります。これには、ちゃんと理由もあります。α7-C は一言で言うと、こう20万円で軽くて小さい、高画質なカメラっていう形ですね。なのですごく画質もいいですし性能も高いんだけど、一度ね α7-4 を使ってしまうと、少しねこの物足りなさっていうのを感じてしまいます。その物足りなさの要因となっているのが、操作性と、性能になります。最初にこの操作性っていうところについて触れていくんですが、 α7-C の、この天面ですね、軍艦部っていうところを見ていきますと、この上の部分にですね、露出ダイヤルっていうところがここにあります。この露出ダイヤルのところが α7-4 の場合はロック機構っていうものがあって、ボタンを押すことでここをロックすることもできますし、好きな設定を割り振ってカスタムボタンを自由に扱うことができるっていうメリットがあるんですね。なのでこのロック機構っていうところがないし、かつ露出ダイヤルが割り当てられてることによって、結構ここがね簡単にくるくるって動いちゃうんですね、ちょっと触れただけで。なのでなんか写真を撮ってるのに、なんか急になんか露出が変になったなっていうのが、気づいたりもするんですけど、微量にね動いてる時はあまり気づきにくかったりします。なのでこのね露出ダイヤルっていうのが非常にねこうストレスになるような要因を持っています。もう一つが写真と動画の切り替えスイッチっていうものになります。 α7-C にもここにカスタムボタンを割り当てることができるところがあるんですが、このカスタムボタンを割り当てるところに 7-4 の場合は写真と動画の切り替えスイッチ、スロー&クイックの切り替えスイッチとかがついているので、よりねカスタムを作ることができて、簡単にね写真と動画で撮影するシチュエーションによって切り替えることができる。やっぱりこれがね操作性の部分で、圧倒的に α7-4 が良くて、α7-C はちょっとなんかなって思ってしまう部分になっていきます。その次に性能の部分になります。性能に関してはやはり 4K の高画質で、60フレームの動画を撮影することができないっていうことになります。 α7-4 の場合は 4K の60フレームまで撮影することができて、そのため、動画に関しても24フレームの映像を作るときに 2.5 倍の、スローモーションを撮ることができます。なのでねちょっとこう単調な映像にならないようにスローモーションの映像を作りたいってなった時に、 α7-C の場合だと 4K30 フレームしか撮影することができないので、やっぱりこう撮影のバリエーションっていうのが少し少なくなってしまうっていうところが、少しやっぱり個人的には欠点に感じますし、もう一つ手ブレ補正の部分です。α7-4 にはアクティブ手ブレ補正というものがついていて、 7C にはついていません。なので、手を押さえてね、もちろんジンバルに乗せたりすれば安定はするんですけど、やっぱりねこう常にジンバル持っているわけじゃないので、こう動画を撮ってる時とか特にね、アクティブ手ブレ補正がないことによってすごく、こう映像のねブレの差を感じてしまうっていうところが、やっぱりこの 7C に物足りなさを感じてしまいます。以上がですね操作性と性能の部分において、α7-C がどうしてもね、見劣りしてしまうと感じてしまったところです。反対にですね、α7-4 に関しては、価格が32万円するんですよ。なんで、予算が厳しい方に関してはちょっとこれは勧められないです。
なかなかね。で、α7C に関しては中古で今ね、16万円とかで売ってたりすることもあるので、7C に関しては初心者の方にとってはすごく素晴らしいカメラなので、強くお勧めすることができます。ただし、α7-4 の32万円が出せなくて、でも α7-4 と同じぐらいのスペックが欲しいっていう方に関しては、最近登場したパナソニックの、ルミックス S5-2 というカメラがおすすめになります。この α7-4 と、ルミックス S5-2 は非常にですね、機能が似たり寄ったりなんですよ。まあ、デメリットが唯一ルミックス側にあるとすれば、まあ、カメラがやっぱり一回り大きくて、重さに関しても、82g 重くなっているっていうところなので、まあ、もちろん初心者に関してはね、本体が重くなってしまったりだとか、あとは操作性がね、やっぱりルミックスも7-4も多くなるので、逆にね、操作性が学べなくて挫折してしまうっていう方が多かったりすると思います。まあ、なので、まあ、初心者にはそんなに向いてないんですけど、ただ性能的には、α7-4 が欲しいとか、そういった方にはルミックス S5 非常に素晴らしいカメラだと思いますし、とりあえずね、後で後悔したくなくて予算もある程度あって、万能なカメラが欲しいっていう方は、ルミックス S5-2 でも、いいのかなというふうに思いました。以上ですね、今回の α7-4、α7-C を1年間使ってみた、感想とおすすめのカメラになります。ぜひとも、ためになった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ぜひ質問とかあればコメントにお願いします。バイバイ。